イカ様女神に天罰を前編。よし、それじゃあどうしてこんなイカ様ボタンを用意したのか言い訳を聞こうじゃないか。違うの、まずは言い訳の前に説明させてちょうだい、うん、日頃から清く正しく麗しいこの私がどうしてこんなことをする羽目になったのか、その理由をね。うん、それが言い訳って言うんだけど、まあ聞くだけ聞いてやろうか。ええ、聞くだけ聞いてちょうだい。あと、カズマさんってばどうしてタバスコなんて持ってるの？何に使うのか知らないけど、とても気になるから捨ててくれない？そう、あれは雪の降る寒い日のこと。焚き火に当たって冷えた体を温めていると、豪華な馬車に乗ったメグミンが通りかかったの。おや、そこにいるのは人気投票4位のアクアではないですか。まあ私は1位でしたが、ふん、そんなところで焚き火とはこれだから。4位は世界1位として哀れな4位に、焚き火に合うサツマイモでも恵んであげましょう。ええ、メグミンなだけに。本当か？メグミンが本当にそんな悪役令嬢みたいなこと言ったのか？最後のくだらないダジャレなんて言ってなかったら風評被害に当たるからな。そうね、今のはちょっとだけ盛りすぎたわ。メグミンなだけには言ってないし、豪華な馬車にも乗ってなかった気がするし、実際には一緒に焼き芋焼いただけな気もするわね。めぐみんとお芋を半分こする際、どっちが大きいかで争った覚えがあるもの。お前らって俺が見てないとこでもバカなことしてるんだな。え、それが理由？違うわよ、それだけじゃないわ。まずは落ち着いてその手のタバスコを下に置きなさいな。そう、あれは春とはいえまだ肌寒い朝、お布団の中でまどろんでいた時のこと。あれ、そこにいるのは4位先輩ではなくアクア先輩じゃないですか。先輩聞きましたか？なんでも2回目の人気投票があるそうですよ。前回2位として私も頑張らないと。先輩も落とすのは順位じゃなく女神の評判だけにしてくださいね、って言われる夢を見たのよ。夢かよ！てか今の誰だよ？エリス様？エリス様なの？そんなエリス様に煽られる夢を見たのがイカ様の理由なのか？メグミンと焼き芋焼いたのなんて不正に一切関係ないし！そうよ、先輩女神の威厳が損なわれそうになったからイカ様したのよ。何？私女神なのよ、神様なのよ。神様ってのは全知全能の存在なの。つまり私のやることは全て正しいって理屈が通るのよ。何よ、前回8位、文句ある？文句あるに決まってんだろ。そんな逆切れ許されるかよ。てめえ何が8位だ、バカにしやがって。浜でタバスコ飲ませてやる。ごめんなさい、逆切れしたのは謝るからそれはやめて。女神が見せちゃいけない絵面になるわ。だいたいお前イカ様分を元のポイントで計算し直したところ、中間発表時点で2位だったらしいぞ。え？本来なら実力で2位を取れてたらしい。それどころかイカ様がなかったらお前の好感度も下がらず不正なしで1位を取れてたかもな。なんでよ、やり直しを要求するわ。ねえお願いよ、もう一度人気投票やりましょうよ。もう一度やったって落ちた評判は戻らないぞ。バカだな、本当にバカだな。しみじみと言うのはやめて。なんてことなの、もうちょっと頑張れば成功法で勝てたんじゃない。ねえカズマ、来たるべき3回目の人気投票に向けて対策を練るわよ。へえ、俺はいいよ、どうせお前らには勝てないもん。こういうのって女キャラの方が強いんだよ。例えば俺が1位になったら脱ぐって公約しても票が減るだけだけど、お前らが同じこと言ったら1位になるじゃん。なんなら俺だって票入れるよ。あんたなんてこと言うのよ、そんなんで1位になっても嬉しくないわ。ここは成功法としてメグミンを研究するの。あのロリッコがどうして1位なのかわかるかしら？答えを言ってるじゃないか、ロリッコなところだろ。違うわよ、ここにメグミンがいたら漏れなく襲いかかられるわよ。メグミンといえば爆裂でしょ。その辺のおじさんに爆裂といえばって聞いたら間違いなくめぐみんって答えが返ってくるわよ。そうかな、
魅力の一つではあるけど、それだけじゃない気がするな。認めたわね、カズマ。メグミンの魅力の一つが爆裂だって。なら私も爆裂することができれば当然人気は増すってことよね。その言い方だとなんか自爆するみたいだな。そもそもお前爆裂魔法覚えられないだろう。ふふん、そんなのもちろん分かってるわよ。要はあれよ、めぐみんの中二チックなところがいいんでしょ。分かってる分かってる。ねえ、ちゃんとみんなのことは分かってるわ。ダメだこいつ、ちっとも分かってない。中二っぽいこと言って最後にエクスプロージョンって叫べば私の人気も滝登りよ。それじゃあ行くわよ。それめぐみに聞かれたら絶対怒られるやつじゃん。えっ、ちょっと待て。なんとか呪われし漆黒よ、我がなんちゃらにおいてどうにかせよ。学生の時来たれり、うんにゃらの歪みとなりて現出せよ。おい、アクア、後ろ後ろ、エクスプロージョン。